どうも、アイチです。ちょっとこの動画はですね、特別な動画で、いろいろちょっと説明しなきゃいけないことがあるんですけど、まず、コメント欄が閉じてます、この動画に関しては。で、評価数、高評価とか低評価の数も表示されてないはずです。で、あと、収益化もしてません、この動画は。で、なんでかっていうと、ある、女の子の話をするんですが、でその女の子はですね、先々月、天国に旅立ちました。まだ、高校1年生だったんで、11月8日かなが誕生日だったから、生きてれば、16歳になってた。まあ、亡くなった時は15歳ですね。の年だったんですけど。で、その子はもともと自分の動画をずっと使ってくれてるユーザーの子で、で、その、ご家族の方、お母さんとかと今連絡を取らせてもらってるんですけど、本人が手紙を残してくれてて、で、こう、ハイさんにこういう動画撮ってほしいっていうのを、残してくれてて。で、しかもお母さんの方も、ぜひ、喋って撮ってくださいっていうことを言っていただいたので、ご家族の許可を取って、撮らせていただいております。で、その評価数とかも、そんな荒れるとは思ってないですけど、でも、ね、心ないコメントとかも、評価とかもあるかもしれないので、そこは今回閉じてます。で、それにあたっては収益化もしてないという形ですね。で、もし、話を聞いて、なんかご家族の方に届けたい言葉とかがある方は、概要欄の方に、自分のメアドは載ってますんで、そちらに送っていただいて、自分が一回目通しますけど、それでも、確かにこれは、ご家族に届けたいなってものがあれば、もしかしたら、まあ、転送というか届けるかもしれませんので、よかったらね、使ってください。はい、ということで、何かっていうとですね、本人の名前も出していいという話だったので、で、まあ、本当はさん付けとかちゃん付けをするべきだとは思うんですけど、普段からね、葵っていう風に呼んでたので、多分動画で葵、ここでも葵って呼んだ方が本人がね、天国で喜ぶと思うんで、それで呼ばせてもらいます。で、事前にね、この動画お母さんにチェックしてもらってるので、はい、そこはちょっとお許しください。その内容というか、呼び方はね。で、葵はですね、結構もう昔から動画を使ってくれてる子で、で、まぁ、ちょっとこう、なんだろうな、生きてる意味がわかんないみたいなことを悩んでる時期もあった子だったの。で、自分がですね、もともと、まあ、いじめを受けてたりとか、ちょっと、自殺願望があったりとかする学生生活を送ってたので、で、まあ、そういったとこで、結構、ダラダラジオとかで自殺の話とか、そのいじめの話とかをしてたから、で、そういったとこも見てくれてたりして、すごいこう、応援してくれてたのね。応援してくれてたし、その自分の、その動画とかを見て、自分の存在で、生きようって、思って前向きになってくれて、で、だから先生に救われたってすごい言ってくれてた子なのね。で、まあ、自分を見て学校の先生になりたいと思いましたって言って勉強も頑張ってたし、そう。で、高校受かってね。で、まあ結構そのやりとりは結構昔からしてたんですけど、で、まあある程度来なくて連絡が。で、ある時、まあ今年ですね、連絡が来て、DM が来てね、Twitter の。そしたら、まあ病気があることはしてたんですよ。してたんですけど、まあ、あまりもう長くないらしいですっていう、まあ、余命宣告みたいな形でね、されましたっていう連絡をもらったんです。で、正直、まあ、頭がもうこっちは真っ白になったし、そこまでだと思ってなかったから、去年、ちっちゃいオフ会みたいな、すごい少人数オフ会みたいなのたまにやるんですけど、それにも来てくれた子だったから、で、双子なんですよ。双子で。で、二人と友達で来てくれて、でね、もうね、笑顔がこう、伝染する、映る笑顔を持ってる人ってわかりますか、イメージ。すごいね、笑顔がもうね、可愛いっていうかもうね、もう花が咲いたような笑顔をしてくれる、もうね、そう、病気なんて持ってると思えないみたいなぐらいに、すごい、こっちがエネルギーもらっちゃうよ、みたいな感じ、すごい素敵な子だったのね、二人とも。まあ友達も含めてみんなね。で、まあそんなのもあったわけよ。だからこそ、えってなって、で、もうその時の自分が DM を返すのも、なんて言ったらいいか本当にわかんなくなっちゃって。で、頑張れももちろん違うし、でも治るから信じてよとかもうわかんなくって。でも結局、まあその時言える言葉を送って、で、できる限り、返信を返せるように、こうやり取りをしてね、本人も、まあ、自暴自棄に近い状態かな。もうそれは当然だよね。余命宣告されれば。15歳でさ。で、こう、そういうことがあって、で、話をしてて、で、まあ、結構そこから時間が経ってね、まあ、やり取りをしていく中で時間が経ってって、で、まあ、その間に、やっぱ体調も悪くなってしまっ
って、で、お母様ともそこで連絡を取り始めたりして、で、そうやって時間が経ってたんだけど、で、その本人が、もう一回会いたいですって、と言ってたから、じゃあ、なんかスケジュール合わせて会おう、みたいな話になってたの。で、自分がちょっと忙しくってなかなかスケジュールが合わなかったのと、で、本人も、こうやっぱ体調のね、人に会える時の体調とやっぱりあるからさ、波が。どうしても厳しい時とか、あとは検査のね、予定とかもあったりして、かなりこう先々になっちゃって、どんどん伸びちゃって、でも、その9月に会おうって、お母さんも含めてね、ちゃんとこの日にしましょうって決まったんだよね。決まってて、で、自分も、じゃ手紙書いて、持ってこうとかさ、いろんなこと考えながらさ、過ごしてたんですけど、その会いに行くって決まってた日の2日前にそのお母さんから DM をいただいて、葵が今日ね旅立ちましたみたいなことを連絡をいただきました。そうだから会えなかったんです、最後。そうで49日も過ぎて、でご家族も落ち着いた。でその時に本人が、葵が自分に手紙をね書いてくれてて、渡そうと思った手紙とか。で、後で、その双子の、名前出したらいいのかな、アキちゃんがね、アキちゃんが、その、葵と双子なんですけど、アキちゃんが、アキちゃんとかお母さんが手紙とか、残ってたやつ、自分に渡そうと思った手紙とか、あと日記みたいのをずっと書いてたらしくって、そこに自分のことをいっぱい書いてくれてて、その写真とかを送ってくれてね。で、まだ行けてないんですけど、落ち着いたら必ず、ご家族がね、大丈夫ってなった時に、そのお墓参り行って、葵に挨拶して、で、手紙受け取り行きますからっていう話を、今そこまでしてる段階なんですけど。で、そのね、残ってた手紙とか、今ちょっとこう、下に携帯置いて見てるんですけど、そうで、そこに、自分がね、まあ、ハイテツに救われたから、そういう風に救われてる人は絶対いると。だからもっともっと、もっとこれからも、そういう話をしてってくださいっていうのを書いてあったの。動画で喋っててくださいみたいな。で、まあお母さんとも話してこの動画を撮ってるっていう流れなんですね。で、まあまあまあ、この動画でそれをさ、いっぱい話すっていうのはもしかしたら違うかもしれないんですけど、まあ自分は、その、大学の時に、まあ教育学部行ってて、で、大学の時に学生の自殺者をゼロにするっていうのを、ちょっと公の場で言ったんですよ、ある場所で。で、それはずっと変わってないの。でももちろん、ゼロにするなんていうのは、その、言ってしまえばね、もう綺麗事を抜きにすれば不可能なことだとはどっかで思ってる。思ってるけど、でも、一人でも、二人でも、何人でも減らすことはできるんじゃないかと思って、こういうふうに YouTube って場所を使って発信をしていこうと思ってるんですけど、でね、やっぱり、こう、いじめとか、まあ、いじめがやっぱ一番多いとは思うんですけど、まあ、いろんな悩みがあるじゃないですか。いじめじゃなくてもね。で、自分がさ、生きてる意味がわかんないとか、例えば、自分が死んだとしても、これは俺が学生時代にすっごい思ってたことですけど、自分が一人死んだぐらいで誰も悲しまないし、この世の中は何も変わんないから別に俺が死んでもよくないっすかっていうテンションってか気持ちでずっと生きてたの、俺は。で、悩みを聞いてると、やっぱりそういう風に思ってた、葵もそうだったんですけど、思ってる子ってやっぱ多くって。でも、33までここまで生きてきて、感じることね。ここまで生きてきてたけど、感じること。そしてみんなからエネルギーをもらってそう言えることでもあるんだけど、人生なんてね、その、例えば今みんながさ、暗闇の中、つかトンネルの中でも真っ暗でさ、もうどうしたらいいかわかんないっていうふうになってたとしても、それが一生続くわけじゃないんだっていう。もちろん人生どうなるかわかんないから、好転しない、いい方に行かないことだってあるかもしれない。もしかしたらずーっとずーっと暗闇の中にいることになるかもしんない。そんな人生もあるかもしれない。でもね、違うと思うんだよ。それはね、まあ信じたら変わるとか綺麗事で打破できる問題じゃないかもしんないけど、でも一つの経験談としてはそうじゃなかった、ここに。そういう奴がいるんだよね。そう。だから、今この状態で何ができるって言ったらないんだよ。特に、その学校にさ、俺がいじめ受けてる子は無理に学校行く必要はないと思ってるの。別にいいじゃん、行かなくたってって思うんだけど、でも環境とか親とかがやっぱりそうさせてくれないことは多いと思うんだよね。で、まあ、最近よく口にするんですけど、まあ、保護者の方が一番学校に行かないで心配するのは進学のこととか勉強面のことなんだよね。でもそれは、これから国を挙げてって言ったら大きいな。でも、やっぱり環境とかさ、大人がさ、サポートするっていうか、その変えていかなきゃいけないことではあると思うので、まあ、そこはすぐには変えていけないんだけど、でも、勉強が遅れちゃうのはどうしようって、もし思ってるんだったら、それはもう自分、もう特に中学生が多いんで、その自分の相談で来る方はね、中学生だったら、もうね、
勉強は任せてください。 YouTube で自分の動画見たら5教科大丈夫ですから。学校で勉強するぐらいのもう学力がつけられるんで大丈夫です、そこはっていう風にもう声を大にして言いたい。それでもあどこで言ってもそこはね譲れない、大丈夫って任せてくださいって思ってるんで、っていうのを本当に大人というか親御さん、保護者の方も一緒に悩んでる方もやっぱいらっしゃるので、そこはね届けていきたいなとすごく思います。はい、なのでまあ、今回すいません、これね実はこの動画喋ってる動画最初に撮ったらもう10日以上前なんですけど、何度も撮って何度も納得いかなくて、で結局この動画がもし皆さんの目に触れてるんであれば、自分的にももうこれ今言いたいことは出し切ったかなと思って今アップしてると思うんですけど、まあ言いたいことはもう一番言いたいことはね、その悩んでる子たちにすげえ言いたいのは、ひとまず生きててほしい。ひとまず生きていこう。どういう生活環境かもわかんないよ。俺が想像してる以上に苦しい状況な子なんていっぱいいると思うんだよ。だから、なんかさ、ほんと、そういうことをね、気軽に言っちゃいけないかもしんないんだけど、でも死なないでほしいんだよね。そう、生きててほしいなっていうのはすごく思う。で、そういったことが、を発信していくし、で、それが葵の願いだったから、そう。そんなので、まあ、だからまとまきんないんだけどさ、そんな感じです。はい、なのでちょっと何か難しいでもなんかその葵の人生、葵が先生になりたいって思ってたから、まあ別に葵のさ人生をさ一部背負うなんてのはおこがましいことだし、もしかしたらね何言ってんだってなるかもしれないけど、でもねやっぱり先生になりたかったって言ってた子なんだよ。だからもしかして葵がさ、先生になって、学校の先生になって、で、実際に、生徒、教えていくじゃん。1年間担任持ったら30人から40人、まあ、30人としてさ、それを10年間やったら、まあ、単純計算で300人の生徒と会うはずだったわけよ。だから、自分が、まあ、YouTube だけじゃないし、これからいろんな活動していくと思うんだけど、たくさんの学生と接してって、葵が接するはずだった、葵が出会うはずだった学生の分ぐらいは、自分が、もうそれ以上のものね、それ以上の人と出会って、なんて伝えていきたいっていうか、まあ、救っていきたいはでかいか、でも救っていきたいって思うので、そんな風に思っています。で、まあ、これをね、まあ、俺勝手にも天国で YouTube 見れると勝手に思ってるからさ、見てくれてると思うんだけど、葵がね、残した手紙に、忘れないでくださいね、かっこ笑いみたいに書いてあったんだよ。忘れるわけないんだって、そう。葵が死んだって聞く前からそうだけど、もう一瞬たりとも忘れてなかったし、そう。なので、これからもね、頑張りますんで、よろしくお願いします。もおかしいか。と思っております。はい、という感じで、ひとまず、まあ、葵だけじゃないですけど、応援してくれてる方ね、みんないっぱいいらっしゃるんで、年内に、ひとまず50万を、さっさと達成して、登録者の。で、50万達成したら、ちょっと登録者の人数の目標からちょっと切り替えようと思ってるんですよ。自分の目標をね、違うところ、今すごくやりたいことが別にあって、そう、いろんな、本当にね、本当に日本の教育が変わるように、YouTube からそんなことができるようなことをいっぱい考えてんだけど、そうやって、自分がいろいろやっていくことで、まあ、天国の葵もね、こう、笑ってくれると思うし、で、今これを見てくれてる、応援してくれてるね、ユーザーの方のにも、配信よかったなと思っていただけるような、みんなが大人になった時、多分ね数年で結果が出るもんじゃないからさ、多分10年20年かかると思うんだけど、まあ、20年経ったら俺もう50過ぎてるけどさ、20年経った時に、まあ、みんなもさ、もうきっとママになったりパパになったりするわけよ、きっと子供持ったりすると思うんだけど、その時に、あ、配信って、あ、この人まだ頑張ってんだねって言ってもらえるような風にやっていきます。はい、なのでもうね、ほんとさっさと50万達成して、で、葵の墓前で、しっかり報告できるように頑張ります。はい。という感じで。なので、ちょっと話がもうブレブレで、ほんと申し訳ないですけど、まあ、そんなことがあったので、はい。報告というか、皆さんと共有させていただきました。最後になりますけど、あきちゃんに関しても、あきちゃんもあきって呼んでるからあれなんだけどね。一応、あきちゃんに関しても、お母様、ご家族の皆様、本当ありがとうございました。まだね、ご挨拶に行けてませんけど、必ずご挨拶行きますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、ちょっとなかなかねまとまらない動画になりましたが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。そして今後もね、頑張るばっか言ってますけど、本当に全力で頑張っていきますんで、今後もどうぞよろしくお願いします。以上です。じゃあ、やりましょう。